なのです。今回は手芸やソーイングをする時の作業台、その周辺の整理収納についてお話ししていきます。作業台はこのようにミシンを置いてアイロンをかけられるスペース、そして余力もあるっていう方がとても楽なんですね。これよりも大きい机でやられる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、なかなかそういうわけにはいかないっていう住宅事情の時もねありますよね。じゃあ広くないといけないのかって言ったら、そういうわけでもなく、ミシンが置けて少し両端に20センチぐらいのスペースがあれば、広いスペースも狭いスペースも整理収納というのは基本的な考えは同じなんですね。狭い時はどうするかっていうことについてもその都度お話ししていきます。作業台というのはそもそも作業する台のことなので、物置ではありません。必要最低限のものだけ置くようにしましょう。このようなソーイングセットをこの空間に置こうとするんですけれども、こうするとミシンをかけたり、それからハサミを持って裁断をしようなんて思う時に邪魔になるんですね。こういうものは、違うところに置いて広く空間を設けましょう。ミシンは決まった位置に置いておくっていうことをお勧めします。なぜそのようなことを言うかっていうと、持ち運びはできるんですけれども、これを出したり入れたり、下の方から上に上げたりすると体を痛めることにもなりますし、ミシンもどこかにぶつけたりして痛めることにもなります。決まった位置に置いてほしいもう一つの理由は、私も経験があるんですけれども、出し入れをしようかなって考えると、あ、もう今日はやめとこうみたいな感じで億劫になるんですね。そういうことを避けるためにも、出しっぱなしで決まった位置に置いておくっていうことをお勧めします。ミシンとアイロンの位置については、作業中の動線を考えた時に私がベストだと思う配置をお伝えします。右手が利き手の場合なんですけれども、ミシンが左側、そして右側の方にアイロンを置いていただきたいんですね。それから作業中に使う待ち針や握りバサミ、立ちバサミですね、そういうちょっとした道具も右側の方に置いてください。これは実際に配置してもらって動いていただいたら分かるんですけども、作業中に他の道具とかアイロンですね、そういうものは流れとして利き手の方に、右の方に、右の方に流れていく方が、立ったり座ったりも少なくて済みますし、動線としてはこちらの方がスムーズに運ぶことができます。次にアイロンのお話なんですけれども、主に安全性の問題があります。今アイロンの位置を逆にしてみました。ミシンをかけてる時っていうのはこちらの方に集中していますので、アイロンの方にはねちょっと意識が向いてないんですよね。そういうところが安全性ですごく心配になってくる要因になってきます。例えば糸を引き出してキュッてやった時に当たってしまったりとか、それから何かに夢中になっている時にこちらがパチッてこういう風になったりとか、いろんなことがあるんですね。自分のやけどとかの心配にもなりますし、また自動的にアイロンが切れないものであれば、ずっとこれ熱がね高まってきたりするようなことにもなったりしますので、とても危ないんですね。この配置はやはり危険を伴うっていうこともありますので、できれば右の方に置いていただくことをお勧めします。今お勧めしている配置に戻してみました。このように縫ったとしても、ここにガードがありますよね。安心感があります。そしてこのままアイロンをかけるっていうふうにできるわけですよね。やけどの心配も少なくなってきます。このように配置することをお勧めします。次に作業台のスペースが狭い場合ですね。今このように白いところで枠を囲ってるんですけれども、作業台としてはミシンが置けるっていうのであれば作業台にもちろんなります。先ほどアイロンとそれからミシンの位置っていうお話をしましたけれども、このように狭い場合は小さいアイロン台をこの小さいスペースの作業台で使うということもできないことはないんですけれども、置けたとしてもスペース的に無理がありますので、このように配置することはお勧めしません。そういう場合は量販店でも売られています、下にキャスターがついていますね、こういうふうに動くんですけれども、こういうふうなワゴンをおすすめします。まずは100円ショップでも売られている滑り止めのクッションを1枚置いて、その上にアイロン台を載せます。これでアイロンをかけるスペースができます。今このワゴンはちょっと高いんですけれども、
作業台の高さに合わせていただくのもいいと思います。アイロンをかけている時に危なくなりますので、動いてしまってストッパーがついているものを選んでください。次に作業台の下の収納なんですけど、今私もこのようにボックスを入れて布などを収納しているんですけど、空間は埋めすぎずにこれぐらいは空けといてほしいんですね。その理由はフットコントローラーを踏むっていうことがありますので、作業するときにとてもね、ここが壁のようになってしまいますと体に負担もきますので、このように開けといてほしいと思います。もちろんフットコントローラーがない場合でも、ここに膝がついたりするんですよね。そうすると長時間やっているととても疲れてきますし、体に負担がかかってきます。空間はこれぐらいは開けといてください。その他頻繁に使う道具や小物についてなんですけれども、この作業台には引き出しがついてないんですね。もし引き出しがついていれば、上段の方からも使いやすいものを配置していただくといいと思います。作業台に引き出しがない場合は、スペースが許されるのであれば、やっぱり右手の方にこのように収納していただくといいと思います。ただし下の方に置いても作業するときにとてもね、体に負担になってしまいますので、上から3段目ぐらいですね、それぐらいのスペースで収納していただいたらいいかなと思います。この引き出しが作業台の下に収まるのであれば、それもいいと思いますね。ただししつこいですけれども、空間は半分ぐらい空けてください。先ほどアイロン台としてこのワゴンを活用しましょうっていうふうにお伝えしたんですけれども、アイロン台だけではなくって、このように必要なものを収納しておくスペースにもなります。糸だったりとか、ハサミだったりとか、そして小物だったり、このスペースがあれば大体は収まってきますので、このようなものを活用していただくことをお勧めします。作業台を購入する場合は新品のものを買う必要がないんですね。なぜかというと、作業する台だからいろんなことをするわけで、いきなり傷がついたりとか汚れてしまったりするんですね。実際私もフリマアプリやリユースショップで作業台を購入しています。部屋のスペースに応じて自分が選んでいただけたらいいかなと思います。どのような作業台を選べばいいかと言いますと、作業台は自分が座ってみてミシンをかけるということを確認した上で、高さが合ってればいいんですね。やはり足がしっかりしているものですね。細くないものです。上のテーブルの部分ですね、板の部分よりも足がしっかりしているものを選んでいただきたいなと思います。なぜかというと、ミシンは常に振動があるからなんですね。足が細い場合は少しグラグラしてしまうかもしれませんので、作業するときにちょっと危険になったりすることがあります。理想的には学習に使う勉強机ですね、そういうものが理想なんですね。それは右手の方に引き出しもついていますし、もしかしたら可動式動くタイプのワゴンがついているかもしれないんですよね。ソーイングや手芸をするときは、その学習机がすごく便利だと思います。作業台や作業スペースのお話をしておきながらこんなことを言うのもなんなんですけれども、お仕事でソーイングや手芸をしない限り、そのスペースや作業台を確保するっていうのは大変厳しい部分があるんですね。やはり趣味の状態でそのようなことを用意しようと思うととても大変なんですね。実は私も作業台や作業スペースを確保するのには長い時間がかかりました。ある時はリビングのテーブルに、そしてある時はダイニングテーブルですね、台所なんですよね。ちょっとソーイングするのにどうかなって思っても、そういう場所が確保できない場合は、そういうところでミシンを出し入れしながら、小物も出し入れしながら、本当に出しては片付け、出しては片付けということを繰り返しながらやってきた年月がありました。そういう時にやはり経験上、何を皆さんにお伝えしたいかというと、作業台と作業スペースが確保できない場合は、やはり自分の体を痛めずにミシンの移動、小物の移動をしていただきたいんですね。ミシンを座ってやる場合もあるかもしれません。そして低いところから高いところに持っていかなきゃいけない時があるかもしれません。その場合も少し考えて距離を短くしたり、そしてミシンの置き場を水平に保ったり、平行移動ですね、本当に楽な位置をちょっと生活の中で考えてみて、ソーイングや手芸がもっともっと楽に楽しくできるように、居住空間の中でそれぞれ考えていただきたいなと思っています。